どうも、YF さん。お久しぶりです。いやー、無事ですね、セミナー終わりましたよ。終わった。でね、えー、今日ですねあの、車屋さんに電話して、現状どうだうと。車検はね、車検は数日で終わるんですよ、YF さん。車検が1ヶ月もかかんないですよ。車検は数日で終わるんですけど、今回、まあ、ちょっとこうマニアックな話になるんですけど、エンジンのタービンっていうね、タービンっていう <laughs>、 箇所を全部新しいものに変えてこのこのなんかグワーってなってるやつを全部抜いて全部入れ替えてますであとは足回り車庫帳っていうね足回りも全部新品に変えてるのでそれでかかってます時間がで今日あの電話したらあと1週間は絶対かかると言われて今日ですよ今日電話して「大体3週間ぐらいですね」って言われたんですけどあと1週間はちょっと見てもらいますと。 2週間、1週間以上はちょっとかかっちゃいますねって言われたんで、まあ多分ね、鹿児島戻るのが3月ちょ上旬になると思いますね。うん。なんか、部品が届いてなかった、なんか交換してる時に、なんかいろんな部品がまたな,な,な,ない,みたいな、なかったみたいで、また部品取り寄せてなんかやってたみたいで、はい、まだ1週間かかると、最低でも。まあでも、あと1週間ちょいすれば。 車が出来上がってくるのでちょっと楽しみなんですけど、まあ、今回ですねそのタービンっていうのを新しく変えるんでなかなかいい、まあ、そのストリート仕様になります今までは高速仕様だったんですけどストリート仕様うんストリート仕様になります、はい、で足回りもねこの車庫調って足回りのこういうこのこのタイヤをタイホイールタイヤを支えてるこの足回り車庫調ってこうこういうのねあるんですけどこの棒も新しく変えました 変えるなぜ変えるかっていうと、まあ、全国回らないといけないですから車買ってからですねもう車買った時は6万キロぐらいだったんですけども14万キロ乗ってるんですね。でうんということは8万大体尺乗って,って、まあ、5万キロぐらいでオーバーホールというかまあまあその新品に変えるか、えー、オーバーホールみたいにしないといけないですけど、まあ、余裕で超えてますし結構僕めちゃめちゃ走るんで足回りもね 今回ちょっと新品にして全国回りたいなっていうことで足回りも変えましたそれで時間かかってます <laughs> ワイ YF さんの,方、ね、この動画撮る前にももう40分ぐらい今ね有料会員向けの動画ちょっと作ってていやー疲れたまあそんな感じでまあやっておりますまあ無事セミナー本当東京のやつを終えて まあ一つね、あれなんですけど、まあ Mac のね、パソコンの電気をね、どっかに、電源アダプターをどっかに置き忘れたか、もしくは落としたかで、新しく新調して、Mac の電源ケーブル高い、1万円、電源ケーブル。まあでもね、それで動画作りましたけど、まあそれぐらいですかね、でも無事セミナーね、たくさんの方来ていただいて、まあ無事ワンマン、 ワンマンマでまあチョコさんもね少しきあの秋葉でやったんでちょっと駆けつけてくれてまああのー、なんだやってくれましたああの少し話してくれましたうんよかったうん、はい、まあそんな感じでまあなんだろうなあのできましたんで良かった無事できたかなというところでうん まあそんな感じです。まあ YM さんもセミナーもやるっていうことで頑張ってください。セミナーはねやっぱいいですよ。僕本当と久しぶりにやりましたけどちょっとねだいぶねパワー使いましたね今回のセミナーは。4時間ずっと喋ってましたけど、うん。まあでもまだまだ話せるかなっていう思いました。 4時間話したけけど全然まだいけるなっていうところですやっぱやっぱ僕も毎日動画をこう撮ってますからやっぱ YM さんもやっぱ動画慣れしてると思うんでこれはね本当ねいいことだと思いますよこのシリーズもずっと今やってますけどねちょいちょいやってますけどこの毎日喋るっていうことは本当にね セミナーに生きてきてますね僕本当にね何時間でも喋れると思いますマジでまあ、今回も全部即興で話したんですけどやっぱそれができるのはもうこうやって動画撮ってるかなかなとは思いますけど、うん、よかったですうんはいということであのなんかね女子限定のメルマガも見てくれてるみたいであれはねちゃんと書,き書いてますよあれはブログに転記してますのであの女子限定女性限定だけはね あのー、ちゃんと書きます <laughs> ちゃんと書く女性限定のみメルマガはとりあえず当分は女性限定のみコンテンツだけかんあのメルマガだけちゃんと書きます女性限定のみ女性限定のみだけしっかり書くっていうのを決めました、まあ、女性向けてますからこれねちゃんと書かんとあかんなってなるんでこれいいですよ、うん、これはね心理トリックを使ってあんまね書きたくないとこなんですけど 頑張ってメルマガもねちょっとコンテンツ送んないとね無料オプトばっか送ってたらなんだこのメルマガになりますから <laughs> ねまあそこはそれでちょっとカバーしていこうかなと思ってますまあ YF さんもぜひですね、あのー、セミナーやってまたセミナーだったら報告なんかもらえればなと思いますで YF さんも売れますからまずは5万でも10万でもいいんでまずまあ3万以上売ってみましょう3万以上 3万くらいの価格帯セミナーに参加していただいた方に3万円くらいの価格でもいいんでまず3万円くらいのコンサルを売るでそれを3万を10人に売ったら30万ですから、まあ、まずそこから慣れてもらってで3万売れるようになったらこの度10万に単価を上げてで10万が売れるようになったら30万でもいいんですけどっていうことは月に1人でも30万の商品、ね、YF 式転売道場が、ね、30万で売れればねっ YF 式転売道場が30万円月に1人セミナーやって,て売るセミナーやって売るっていうのをやればこれねもう生計立てられるでしょう1人売れれば一人売れれば売れますからねちゃんと親身にサポートしてちゃんとやれば売れますし、うん、だってしかも絶対にその30万以上利益は出せるわけじゃないですか実際 YF さんも渡辺式転売道場に入っていただいて ま30万お支払いしていただいたんですけども、それ以上利益出せますよね。これは YF さんがお客さんっていう立場で、私も30万で道場入ってこういう結果を出してますと。だからあのまあ、私の言う通りやってもらえれば、今後30万以上絶対出せるし、サポートもちゃんとやるんで一緒に頑張っていきましょうって言えば、30万で売れるんですよ。だって30万以上絶対利益出せますよね、YF さん。 やってればわかると思うんですけど30万お客さんに払ってもらってもその後お客さんがちゃんとやればね100万でも200万でも作れるわけじゃないですか,だかそれって30万安いはずなんですよ絶対安いです <laughs> だそれをただ価格が上がるとお客さんもうんって考える部分はありますからじゃあこれ3万だったらしかもね3まあこれドリームアカデミアでもいろいろ講義で言ってますけど3万もし稼げなかったら3万も返金保証するよみたいなのつければどんどんリスクなくなるじゃないですか,かこうやってやって売っていただければ3万稼げるまであのもし3万稼げなかったらもう3万全部返金するんでみたいなで一緒に仕入れツアーを回ってちゃんとやりましょうって言ったら3万ぐらいまず売れますから まあそこからスタートしていただいてもいいのかなと思います。ね、で実際に自分の,あの転売の利益もありますからじゃあその,そのコンサル3万も売れるようになれば、まあ、その転自分の転売やってる利益とそのコンサル3万のやつも入ってきますから結構20万とかになってくるんじゃないですかね。3万も3人売れば9万じゃないですか。で転売で10万上がってコンサルも9万19万じゃないですか。ね。主婦が19万だとまあまあいいよくないですか あとは単価の問題ですから、売る。まあ、これちょっと頑張っていただいて、まあ、またドリーム報告いただければなと思います。だから僕の方はですね、車、ちょっとね、治って、まだ治ってないので、まだ1週間、2週間、東京にいると思うんで、もしかしたらね、僕、また東京でセミナーやろうかなと思います。せっかくなんで。もしくは、合宿を今ね、熱海合宿をちょっとやりましょうかみたいな話出てるんですけど、ちょっとどうなるか分かんないですけどね。 はい、まあ、そんな感じでまたちょっと進展があるとは思いますけれども、はい、頑張りますではこの辺りで終了しますバイバイッキー